はい、どうも、正攻法で負けない FX のりまるです。今日はね、また失敗エントリーを送っていただいたので、その失敗エントリーを一緒に考察して、あれこれとお伝えできればいいかなと思います。よろしくお願いします。今日は3月の26日か。送っていただいたのは3月の20日ですね。ユーロドル、10時50分に売りのエントリーをしたと。結果、マイナス 9.5 ピプスでしたっていうものです。で、その位置がどこかというと、こんな感じのところですね。ちょっと大きく画像を撮るとこういったところになってます。これは日足ですね。ユーロドルの日足、こういう状況でこう下から V 字回復してきて、ちょうどこの日足の切り下げに当たるような位置、そういった位置にいるところですね。で、これが、まあ、4時間の流れ。よいしょ。4時間の流れ見てみると、こんな感じになってます。で、エントリーを考えたのが、3月の20日、ここですね。ちょうどこういうところです。で、これが、まあ、この、おそらくね、こういったラインっていうところと、この切り下げてきてる流れ、っていうところで、ウィンドエントリーですよね。ウィンドエントリーをした。はい、ウィンドエントリーですね。1.13475。1.13475で、この辺ですかね。この辺で売りのエントリーしたと。時間足は書いてみるのかな。時間足で、いろいろ書いていただいているので、ざっくりと読んでみると、日足4時間足レベルの抵抗体、切り下げライン、ちょうど今いるってとこですね。で、4時間足以下の時間足では強い戻しが継続している事実、V 字回復で上昇しているというところですね。で、1.20 付近からの買い上げと長期足の抵抗体が拮抗している状況にあると。エントリーの詳細、1.136 付近の長期足の抵抗体で何度も反発していることから、中短期足で売れるポイントを探していったと。これはまあいいですよね。うん、で、15分足レベルで抜けたことを確認して、その後戻しでエントリーをした。損切りは直近の高値。利確目標は長期足の抵抗体、っていうところなんですけども、はい、ここですね。で、この事実を見ると、その日足の切り上げ、っていう、こうですね、この切り下げてくる流れがあって、この中に入ってくるっていうところと、この下からこう急激にこう V 字回復してきたんで、ここを抜けてくるっていうところ、どちらを考えるかなっていうところですね。ただ、このさらに上位足、週足っていう流れを見てみると、これずっと高値を切り下げてきて、かなり今高い位置まで来ると売られやすいんですよね。うん。その事実があるので、やっぱり高い位置まで来たら、売りたいなっていうのは、まあ一つあるっていうところ。で、まあ、ただ単純にこのチャートの流れから見ると、今のこの下落の流れが変わる場面っていうのは、この高値を切り上げていったところですよね。で、今もう現時点でね、チャートが動いてる1週間経ったので、ここでサポートされて今落ちてきたっていう流れが、まあ、見て取れる。もうここまで上がっていったってところですね。この V 字回復の流れが強くてここまで上がってたと。じゃあそれがその現時点のチャートで、まあ、見抜けたかどうかっていうところですね。ここにいた時に、まあ、その可能性を見抜けたかどうか。で、4時間の流れで見てみると、ここですね、急落を作って V 字回復してきたところを上に抜けている事実があるので、この流れ下から上にこう向かってきてるっていうところですね。こんな感じで、で、一旦ここで抑えられているのは結局ここの戻り高値、こういったところで、まあ、抵抗体として機能して、戻り売りと逆張りの売りと下との買いがここで拮抗したと。それがまあ上に抜けていったっていう事実ですね。うん。なので、まあこの流れを考慮すると、次の目標ここないし、まあ、ここを目指していく、で、再度そういったところからの戻りを狙っていくっていうのが、まあ、一つセオリーになってるからと。うん。で、一つも、あの、もう一つの、まあ、チャートの特徴としてここでしたね。ずっとこう、どこに書こうかな。どれしようか。新規。
チャートがこう V 字回復してきて、まあ、一旦これトレンドが変わってったんですよね。でここの部分、この部分ね、まあ、こんな感じドーンと下がってドーンと上がって、ここで一旦この戻り高値を超えてったと。でその後にこうじわ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 上げていって、こう次の目標にこう目指して、チャートが進んでったと。でその後なんですけど、こうちょこ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 って高値を切り上げてこう動いてきてる。これまあ特徴的な動きで、こう天井ダイアゴナルって呼ばれてるものでね、まあ、トレンド転換の際にまあ出やすいチャートっていうところ、まあ、結局レンジ持ち合いですよね。でこのレンジ持ち合いの中っていうのはちょっとやっぱり難しい流れで、安値と高値の間を見てみると、これ20ピップスぐらいですよね。20ピップスぐらい、これ見てるチャートが4時間足ですね。20ピップスぐらい、まあ、高値サポレジスタンスされてますけども、安値もまあ抜けていってないっていう状況ですね。で高値と安値がこう拮抗して、レンジを作ってきてる状況、まあ、天井ダイアゴナルですね。こういった状況になってくると、再度ここでサポートされてこう上昇していく、まあ、いわゆるエクステンション、まあ、ヨット波動でいうとそういった流れだったりとか、まだその決着がついてないっていうところですね。でここにいるのがちょうど今この日足の流れがこう来てたわけですけども、その次の目標っていうのがここにいたっていうことですね。なんで最終的に下がっていく場面を考慮したとしても、こういった位置まで上がってくると、これすごくいい売り場にはなってくるっていうのが、まあこの時点ではまあ考えたいところにはなってくるのかなと。もしくはこの決着がついたままですね、だから下に抜けていった時にその戻りを打っていく、これ理想ですよね、やっぱりね。まあ、あの長期足の流れで売りを見ていくっていうのは決して間違ってないですし、間違ってないというかね、あのテクニカル的に正しいと思いますし、まあ、その事実があれば打っていきたいっていうのがあるわけですけども、例えばここのレンジを作ってきたところ、これが 1.1337、 ここで現状サポートを抜けてレジスタンスされてこうサポートしたっていう事実があるので、せめてここを抜けてきてほしいですよね。でその後チャートはどうだったのかというと、ここでサポートされてズンと跳ね上がったっていうところなんですね、うん、で今の流れ下から上にこう続いて、これ4時間の流れですね、これ下から上に流れていってるので、ここでサポートされる事実の方が、まあ、現状強い理由としては、ここの目標がここに、次の目標はまあこの辺りだからですね。で結局レート跳ね上がってもここを抜けていったわけですけども、まあ、この時点で、その相場の勢いっていうところを考えると、まだその上に行く流れが強かったと。結局このジョンとね上昇していく流れにはなったからと。じゃあその後目標を達成したチャートがどうなったのかというと、そこからこうレートが落ちてきたんですよね。うん、でここでやっとその目標を到達したっていうところで、まあ、日足分の戻り売りが入っていったっていうチャートになったと。まあ、上位足、例えば日足とかね、週足で見てみると、ここが騙しのような形になって落ちてきた。まあ、その流れになったっていうところですね。これ結構その切り下げライン、トレンドライン、斜め線のこういうところでよくある事象で、もう一段階上まで上がってから落ちてくるっていうことですね。これはそういった事実をね、あの過去チャートでよくよく見てみたりすると、まあ見えてくる事実だったりするんで、そういったところを見ていきたいっていうところですけども、まあ、そのチャートの特徴としてこういった動きですね。最終的にまあ下がるチャート、 V 字回復してきたとしても今の流れを変える、もうねじ曲げるには、これをまあ突き抜けていく必要があって、まあ、そこまでの力はまあなかった。それは上位足を見れば分かったってことですね。で、そこに際して、この安値から買われてきたその V 字回復の流れっていうのが、ここでね、ギュンと上昇して、
これ今現状長期足の中でね 1.127 っていうサポートが結構強くて、V 字回復してきたってことで、ここがまあサポートとしてまあかなり機能したってとこですね、うん、でこれはまあ自分の手法のまあ主たる最たる部分ではあるんですけども、その4時間の流れっていうのは重要視していて、4時間の方向性についていくと、まあ、今の流れがよりクリアに見えていきやすいと、まあ、こういうとこですね。4時間の流れでこう来てこう来てこう来て今こう来たと、まあ、現状4時間の流れがまあ継続しているので、まだまだ売りに見ていきたいっていうとこですね。でシンプルに言うとただただそういったところで、それを参考にするかしないかはね、その人次第ではあるわけですけども、まあ、レンジはいずれブレイクする、あとまあ切り下げラインっていうのはもちろんね、目安の一つになるわけですけども、値段水平線、次のこの目標よりも弱い指標だっていうのは絶対的な認識を持っておくべきで、今じゃあこの、チャートをもう究極にシンプルに見たとすると、まあ、日足でレンジを作ってきてるってチャートなんですね、うん、まあ、一応サポートラインとしてね、この切り下げライン引いてますけれども、レンジを作ってきてるっていうのは事実で、下のサポート 1.127 っていうところと、まあ、上のレジスタンス、まあ、高値切り下げてるんでね、まあ、こういったところ意識されますけれども、高値が 1.15 かな、そういったところでこうずっとレンジを作ってきてると、でじわ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 、ね、高値を切り下げてきてるんで、あと安値を更新してるんでね、まあ、売り圧力は高まってますけれども、まあ、レンジを作ってきているっていうのが、まあ、シンプルなチャートの流れですね。その中でこの4時間の流れっていうところを見てみると、ここから V 字回復してきて、ここの戻り高値上でレンジを作ってきたところから、まあ、上に抜けたと。でもちろんねこの高値意識されてるんだけども、まあ、上昇のペナントですよね。そんな流れから下サポート 1.1338、そのあたりでサポートされて直近高値までトレンドが継続していった。ただこう急上昇していったっていうところと、その目標を到達したっていうところで、ぐんと売られてきて、まあ、戻り売りが入ってトレンドが完全に逆転していったっていうチャートですね。うん。なんでこの流れを見ると、もちろんねここで逆売りを仕掛けるっていうのも一つですけども、ドーンと下がってきたところの戻り売り、この辺りっていうのはすごくいい戻りポイントにはなったかなと、まあ、完全に流れは変わってったっていうところですね。で現状の今3月26日ですけども、ドーンドーンドーンとね4時間のトレンドが継続してきて、今ちょうどね戻り売りポイントにいるので、この辺りも、まあ、一つの戻り売りのポイントにはなってくるかなと。でこれが結果的にね、この日足の切り下げ、ラインも意識されているラインなので、そういったところから直近の安値まで、まあ、売っていくチャンスはあるのかなっていうところですね。で、まあ、そこ、まあ、エントリーの反省、今後対策っていうところを書いてもらってますけども、長期足の抵抗体という事実を背に短期足の戻り売りをしたので、今期のエントリーができた。しかしながらやや追っかけ気味でエントリーしてしまったことと、利確目標を欲張りすぎたことは反省点だと。利確目標は直近ですね、陰線の形成を確認後にエントリーすることを徹底していきたいっていうところですけども、まあ、明確、まあ、一番はね、決着がついてなかったっていうところですね。まあ、どちらかといえば、まあ、買いの圧力が強い場面で、まあ、売りを選択したっていうところ、もちろんねどの時間足によって順張り逆張りっていうところが変わってくるわけですけども、まあ、自分の認識で言えばここの部分は逆張り、売りを選択するってことは逆張りですよね、うん、レンジの中で今下から上にチャートが動いていて、まあ、次の目標はここですよね、まあ、ここまで到達した時には今度は売りの順張りになるというところで、まあ、この辺りは、まあ、順張りのトレンドフォローになってくる、まあ、その認識でいくのがね、いいのかなというふうには思います。もちろんね、エントリーに関しては自分の考え、まあ、自分が納得する損切り幅、利確目標っていうのを設定すれば、特にその間違ったとかダメだとかそういったことはないわけですけども、まあ、チャートの特徴、こういうね、まあ、動きの特徴っていうところを踏まえると、その切り下げライン、トレンドラインですね、それをそのライン上での動きっていうのは特にね、その特徴的な動きをすることは多くて、まあ、一時的に抜けてから帰ってくる、
例えばその上位足の流れで見るとそういったところが騙しになる。そこのはっきりと決着がついた後でエントリーしていくと、まあ、よりね、明確に方向性が出る場面っていうことになってくると思うので、あとまあ、言ったと思いますけど、これ下抜けてからの戻りですね、うん、まあ、意識されたラインっていうところをこの下の、まあ、ネックライン 1.1338、こういったところに 1.1338 か、このあたりっていうところに注目してくると、もう少しね、いいエントリーにはなったかもしれません。はい、ただまあ損切り幅も小さいですし、まあ自分でね反省っていうところを振り返ってるので、まあ特に問題ないのかなってところですね。まあ、ただ何らかのね参考にしてもらえたら幸いです。はい、それではね今回の話は以上です。参考になったという方だけで結構ですので、 YouTube のグッドボタンを押していただけると励みになります。何らかのねエントリーの考え方の後押しの一つにしていただければなといったところで、今日の動画を終わろうと思います。それではまた更新します。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。